日本のお祭りについて少し簡単なインタビューをしたいと思うのでお願いします。よろしくお願いいたします。まずあなたが住んでいたところにどのようなお祭りがありましたか？私が住んでいたところは兵庫県の神戸なんですけども、そこには、毎年5月に行われる神戸祭り、これはまあカーニバルなもので、そんなに伝統的なものではないんですけども、観光客がいっぱい集まってきたりパレードがあったりという大きなお祭りがあります。はい、あと小さい時には8月に盆踊りというので、楽しんでおりましたけど、その時はあんまりその意味というのをあんまり分かってなかったですね、小さい時。はい、はい、そしてそのお祭りには参加したことはありますか？神戸祭りはないんですけども、はい、盆踊りは毎年、楽しみながら参加してました。はい、そしてアメリカに来てからそういうアメリカで行われるお祭り、カウンティーフェスティバルなどと比べるとどのように違っていますか？カウンティーフェスティバルというのは、こちらのただ楽しみでやってるっていう感じなんですけど、日本のはもともとお祭りには、神様をお祭るっていう意味があると思うので、その辺が大きな違いだと思います。はい、じゃあ、わかりました。ありがとうございました。